こんにちは、稲垣理一郎です。今日は千空が生み出した石化復活液を作ります。この液があれば石化したものを元に戻すことができます。これは皆さん、石化復活液のレシピってご存知でしょうか。まあ、作中で出てるんですけれども、硝酸 70% にアルコール 30%。 もうここにね、用意していただいてるんですけど、なんか全然色が違うような気がするんですけども、これは本当に硝酸ですか、これ。まあ、とりあえず入れてみます。硝酸だったらこれ結構危ないことしてるんですけどね。はい、ではこっちのアルコール、アルコールもなんかちょっと色が違うような気がするんですけど、あー、いい感じじゃないですか。これそれっぽいじゃないですか。なんかね、これ復活液。はい、じゃあこれ実際にかけて復活するかどうかやってみましょう。じゃあ実際にですね、あの石化した鳥にかけて、まあやってみましょうっていう話なんですけども、これはね、ひどい。まあでもこれね、本当に石化した鳥なんで、まあ、かけてみましょう。トゥトゥルーイエーです。鳥の石化の解除に成功しました。まあこれできたんでね、次は人間でも試してみましょう。これはひどい。これはひどい。여러분언제돌이될지모릅니다좀돌이될지도모른다는그런증거가있어요여러분과학공부를하셔야됩니다빨리과학공부를해두셔야돼요여러분들이생크입니다